んばんは、オードリーの若林です。土曜の夜、かすみ、よろしくお願いいたします。一つよしない、いやー、東京ドームライブね、いや本当にさすごかったけど、やっぱね、5万3000に入ってすごかったけど、うん、でもなんかこの受け入れ体制がさ、お客さんのできてたから、不思議となんかなんかわけわかんない感じにならなかった、ね、はいはい、いつもの通りのラジオの感じでできたっていうのはやっぱり、うん、あの空間が良かったんだなってやっぱ思うよね。お前なんかこれ、ま、毎回さ、うん、すごかったねっていう入りがねいやうん、いや思うよ。そういえば、うん、昨日だ、昨日昨日タイガさんから、うん、めっちゃ長い LINE 来て、うん、でそういえばって思ったんだけど、うん、なんかドーム以来、うん、なんか LINE 来てなくて、タイガさん、ああそうそうそう、なんかあまりにも受け取ったものがいろいろあるから、うん、なんかちょっとすぐは LINE できなくて1ヶ月経っちゃって、ようやくみたいなことが書かれてたね。ウーバーやっててもめちゃめちゃ言われるっつってたね。ドームライブ見てたんすよとか言ったんすよ。ああそう、反響もそうそうこの1ヶ月、そう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 、ああじゃあタイガさんもまだ終わってなかった、うん、東京ドームがね、我々と同じく。いやだからなんか石井ちゃんもようやく最近あそこのあの部分あのああだったねみたいに喋れるようになって、うん、安嶋さんもなんだけど、ああそう、なんかみんななんかいわゆるなんていうの、うん、みんな行った後みたいな顔してるの、ずっとなんかだから1ヶ月か、 あそこのあの部分ああでしたよねとかいう話もちょっとやめて今はみたいな、なんかそのベッドで、うんうんうん、横になっちゃって、はいはいはい、それになんか話しかけないでみたいな感じになっちゃってる、なんかまだしないでその話みたいな。なるほど、それからようやくこの日常に戻ってみたいな、ようやく1ヶ月経ってとか、あれ何なんだろうなって話してる。だから普通ライブその日にやるじゃん、うん、打ち上げて、うん、でその時にあんましもうやめよう、なんかライブの話やけど、里光もそうやけど、はい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 、でようやくあそこのあそこら ああいう反応だったんだねみたいな、ようやくみんな喋れるよね、うん、これ なんていう現象なんだろうね。ちょっと名前つけてよこの現象に、東京ドーム、うん、5 うん、日常に戻るまで、うん、いや長えな、ライトノベルみたいになっちゃってんじゃん、うん、まあでも、うん、あのまだ日常に戻ってほしくないけどね、ま、だとはいえまだ夢のまだちゃんとね、うん、ライブ後の状態で今年いっぱい。クミさんとかさ、うん、まだ言ってたりする？もう言ってない、さすがに。さすがにクミさんは言ってないね。うん。そうだよな。ただでも私も本当、うん、つい何日か前、うんうんまあ、夢の話で申し訳ないけどね。うんうんうん、漫才バッて夢っていきなりさ、うん、その時から始まったりするじゃない。流れとかなくて、まあ、そうしか始まりようがないからね、うん、覚えて起きて覚えて、うん、もう漫才中なの、うんうん、で若林さんが、うん、私の知らないネタに切り替えって言ってて、うん、急遽、うん、それについていけないっていう、うんうん、悪夢を見てた、あ終わった後に終わってもよく本番前見るけどねって言うじゃん、うん、終わって1ヶ月ぐらい経ってんのに、うん、でわわわとかなってるところでバンっつって終わるというかね、はいはいはい、目が覚めたっていう悪夢を見てさ、はいはいはい、うん、いやまだまだだからね、自分の中で終わってないんだなっていうふうに思ったから、みんなにもあの戻ってほしくないんだよまだね日常に、まだ喋っちゃうもんなでもあれは喋っていいと思うよ。いや、いいと思うよ。だって伝説なんだからさ。本当だよ。うん。うん。後にも先にもなんだから。うん。うん。今後更新されることはないでしょ。変な感じなんで、この間、それだめが、うん、なんか、小籔さんって、本当褒めてくれんの、東京ドームライブを。うん、なんか、ね、うん、小籔さん、俺たちが、ギャグのつもりでかぶせてんだよ、それダメでも。そうそう、東京ドーム、ね、東京ドームライブやりましたからとか、春日が言って、うん、で、うん、俺が、うん、まあ、あれはやったな、みたいに言ったら、小籔、誰かが突っ込んでくれると思いきや、小籔さんが、うん、あれはほんますごい。ありがたいけどね、あれほんまよくやった。やったと思うわって言ってくれて、あれはほんますごいって言うから、うん、なんかみんなも、おーみたいになっちゃって。いや、そうだね。そう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 。
小山さんそこはあの嘘をねつかない人だったりするからありがたい話なんだけども、うん、そうだね、そうそうそう、まだなんか中途半端というか、はいはいはい、これが秋ぐらいになってもまだ言ってたらさすがにいやもういいだろうって感じに、でも秋とかどころかもう、うん、だからずっと言うでしょいやずっと言うよ、ずっと言うもんなんじゃないのかね、うん、そうね、別になんか、うん、もういいだろうってことじゃないからね、はい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 、厳密に言ったら、はいはいはい、こっちからしてみればさそっちはそういう何言うのやめちゃってんだよっていう、うん、もういいだろうじゃねえんだよっつって言われたとてあ、そういえば、うん、今日ドームライブぶりに向井くんに会ったんだ、うん、ああそう、おうおう、直接最初の第一声が向井君もちょっと不思議だったけどね、おう、なんて、まあ、ピンマイクつけてるところでばったり会って、うんうんうん、なんかおはようございますみたいな感じで言ったのかな、うん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 、俺が、うんうんうん、したらなんか向井君が姿勢正して、うんうん、のドームライブぶりでございますって言ってうん、かしこまって、うん、どうしちゃったの、おはようございますとか言ってなかったんだよな、うん、あでもなんか面白い、やっぱならではのところにね、うん、あの大きいイベントもやってるから向井くんも、うん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 、あの目つけてくれたけど、あそう、開演時間がオンタイムで始まったことがすごいっすねつって、あそうか、あれはね、そうかというか、結構ね、そういう言い方すんね、大変だったらしいよ、石井ちゃんとも喋ったけど、ドームってやっぱなんか何か少しでも入場の際のアクシデントがあると、うん、どんと押すんだってね、どん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 遅れていくから、なるへそ、うん、でそれをスムーズにしないと、うん、9時半で音が切られるっていうのは決まってたから、うん、まあ言ったら押しに押して15分押しとかだと、うん、結構危なかったね、だから漫才とかも、そうか、途中でみたいなことは全然ありえたわけですね、ありえたから、だからそれをオンタイムでなんとか始めたいっていうのをなんか実現できたりとかあったらんだよね、あれでね、なるへそ、あれはあれで、そう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 とかいうところ、思いようやくみんなで喋れるようになってきたっていうかなるへそ、この時どうだったとか、そうそう、振り返りができるようになってきて、振り返りができるようになってきて、まあまあそうか、それぐらいになってくる1ヶ月ってそういうことか、そういうことみたいよ、みんなからしたら、そうね、うん、でもまあこの先少なくとも、うん、毎月その18日が来るたびに思うと思うけどね、あ、なんかそれ命日みたいになってるそうだね、なんか東京ドームライブ命日というか月命日というかさ、はいはいはい、あ、18か、2月の18は東京ドーム TD だったな、はい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 、うん、11月ぐらいも多分思うと思うよ、はいうん、それぐらいのもんよ、だって。ああ、本当だよな、うん。今年ね、うん、一番のイベントだったわけだから。で、調子こいてさ、うん、この T シャツもさ、うん、あ、なんかそういえばラスターカラーの T シャツから変えたんだね。だから久しぶりじゃない、うん、衣装変えんの。あの、衣装っていうか、衣装なくていいんだけど、本来はね、ラジオは。春日は、そうしないと逆に気持ち悪い人だ。うんうん、いやだからラスターで、うん、ずっとやってて、はいはいはい、でこの東京ドームがあってから、はいはい、違う、東京ドーム宣伝 T シャツになったんだ、はいはいはい、ね、はいはい、東京ドーム超えてからは、うん、あのその東京ドーム TD のグッズのね、うん、はい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 、やつ先週まで来てて、はいはいはい、で先週の終わりぐらいにさ、うん、あれそういえばもう終わったわけだから、うん、でほらこの今ね来てんのほら、うん、ありがとう、はいはい、何 T シャツのこのタイトル記念 T シャツ、はい、記念 T シャツね、はいはいはい、うん、出すわけだから、じゃあそれにしようっつって、うんうん、今週からこう記念 T だからこの、うんうんうん、東京ドームアフター、はいはいはい、T シャツということで、はいはいはい、これでだからもうしばらく行きますよ、うん、でこれがなんか、うん、具体的には言えないんだけど、うん、びっくりしてこの記念 T シャツがね、うんうん、あんま売れてないらしいんだよね、おい、どういうこと、なんで買わねえんだよいや俺も思った、うん、なんで買わねえんだよって、16万人だよ、16万枚は売れなきゃおかしいじゃん本来ね、
気持ち的にはそのぐらいのことを思ってる、まあ、少なくても5万3000枚売れない、その TD に実際に来た人は買うでしょ、はい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 、はい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 、そのね、その他のとこで見たとかちょっと距離あるから、はいはいはい、うん、まあ買わ、まあそれでも買うけどね普通はね、全員16万、これがね、これが売れてないらしいんだよね、少なくとも5万3000は売れるだろうびっくりしたこれも、えー、なんか めちゃめちゃ売れてないらしいよ、あんま言えない、言っちゃダメなんで、それで何なのね、そんなに、これ目撃した人間たちは、うん、もうなんかもう区切りをつけてるってこと、もう終わったものとして、分かんないけど、まあグッズ買ってくれたっていうのがあるんじゃないの、もともとそう、我々だけまだ続いてるっていうこと、記念 T シャツとか喜んでんのは俺と春日だけ、おいどうなってんだよなんで買わないんだ、さすがにラジオは聞いてんだろうなでいっぱいいるよ、聞いてても買ってない人は、うん、なんだって、考え信じられないねうん、あれを目撃して、そういえばさ、買わないで、俺さ、なんでその言葉を覚えたかわかんないけどさ、うん、あの、円盤化っていうじゃん、なんか DVD 化とかブルー。ああ、なんか聞くね。あの言葉ってさ、うん、何、そのネット用語みたいなことなの、そうなの、後ろわかんない。なんか、円盤化ってなんか、あんまり喋り言葉で言わないよね。うん、で、俺、漫才の最中さ、うん、そこの、なんか、セリフ決まって、ってないからさ、うん、円盤化がどうのこうのって俺言ったんだよ、漫才の時に。したらなんかあんま受けなかったの。ほうほうほう、なんか円盤化っていうのがどういうことみたいになっちゃって、あんななんかネットなんかさ、ほとんどやってねえからな、あれな。なんかうん、なんか調子こいてるけど、やってる奴らだけの世界で。うん、今そうやって言うんだよ、みたいなね。うん、そうそうそう。うん、用語というか。俺ほんと東京ドームライブのほんと唯一の汚点、円盤化なんていう情けない言葉を、うん、あんな情けない言葉を使っちゃったのが、本当に後悔。あそこだけちょっとオンリーで撮りたいぐらいだね。いや、おかしいだ。DVD 化っていうのをオンリーで入れたい。あそこだけ直したいぐらい。なら、それうまいこと、うん、入れられるもんな技術あんのかね。できないのかね。そんぐらい円盤化なんて情けない言葉使っちゃって、本当にさ、なるほど、気持ち悪い。確かにね。まあだから、わかんないね。どの程度浸透してんのかって、それは確かにね。意外に知らないんだね、だからね。そうなんだよな。そうか。うん。あるけどな。いや、それにしても、買うだろう、T シャツ。記念 T シャツ。5万3000円は買うでしょ、全然、まあ、マジでびっくりすると思うよ、その今の予約数聞いたら。だから逆にさ、うん、逆にさ、なんかさ、うん、来たいよな、そしたらな。まあそうだね。うん、うん。うん、逆にね。びっくりする。あと、誰か来てる人発見したらびっくりする。びっくりする、数字。あ、そう。じゃあもうなんかある程度、うん、うん、そういう一区切りをつけてんだね。うん、かもしんないな。もう、ミドルトゥース聞いてる人は。かもしんないな。おかしい。自分たちの中でな。グッズも買ってくれたからじゃないの。事前に。そんな冷めるもんかね。いや、冷めてるわけじゃないよっていう人もいる。なくなるもんかね。けどな。記念 T シャツ一人5枚ぐらい買うだろう。保存用と切る用と。なんかなんかあれフワちゃんだっけ、打ち上げでなんかハグしてみたいな、なんかそのハグの動画がなんか出回ってるらしくて、あ、私と若林さんのこの間なんか不思議な声をかけられ方してよ、共演者の人だけど、なんですか、東京ドームライブは見てないんですけどつって、抱き合う動画が回ってきて見て、それ見て泣きましたって言われて、なんでそれだけで泣けちゃうんだよ。すごいな。東京ドームライブは見てないんですけど、つって言ってた。うん、おかしいな。よく泣けるな。その流れがあるだろ。だって発表からずっと見せたらわかるよ。はいはい、1年前の発表からずっと追ってさ、はいはいはい、そのハグまでたどり着いて泣くのってまだわかるけど、はい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 、ハグだけでどういう物語があったと想像したの。いや、なんかさ、うん、やっぱさ、その人、俺と春日はもうわかんないんじゃないの、その感じ。はあ。わかんないっていうのは、その、どっち、いや、ハグを見て泣くっていう、オードリーが若林と春日じゃん、しかも。うん。それがわかんないんじゃないの、多分。ああ、そういうことで、それにしてもそれだけで泣けるもんかね。いや、わかんないじゃん、だから。
まあ、俺ももう分かんない、何年も、うん。うん。追い越してきちゃってんだから、俺と春日を。泣いちゃってんだから、俺と春日が泣いてないのに、抱き合って。追い越してきちゃってんだから、みんな。なるほどね。うん。で、分かんないね、この感覚が。そっか、分かんないね。うん。うん。そういう人がいたという、うん。情報として、もうなんか収めておくしかないね。気持ちは分かることはないか。そうなんだよ。もう分かんないと思う、多分な。そうか。うん。まあまあ、それはそれもありがたいっちゃありがたいのかな。そうだよな。そういうのってさ、なんか、あんのかな、うん、いや、関係性みたいなことじゃん。うん、俺たちが野球見てて思ってたりするのかね、うん、本人たちを追い越してさ。追い越すなよとは思うんだよね。ああ、なるへそ、まあ。なんか乗っかっちゃってんじゃん、お前の何かがっていう。ああ、うん、そうだね。うん、いや、それだけ見てってあんまないかな。ないよな、あんまりな。流れを見て目撃してて、はい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 、その二人がみたいな。この間、先週あれあったのが、はい、ライオンズの OB 戦っていうね、うん、初の、レジェンドのね、はい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 、方々がみんな出て。すごいよな。だ本当、工藤選手対、メンバーすごかったよ。メンバーすごかったよ、本当に、うん。スターティングメンバー発表された時点でもう泣きそうだったからね。はいはいはい、はい。あたしたまのアサリドの堀口さんは。はいはいはい、はい。初めて見てね。ああ、大ファンだから。そう、うん。ラインナップ見てね。うん、読み上げられんの。うん。だから、工藤投手対、秋山浩二選手の対決とかだったらさ、うん、すごいな、その、見てきたから、わかるけど。うん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 、何にも知らないで見たら多分感動しないと思うんだよね。ああ、そうか。知らない選手が、そうかそうか。知らないおじさんになった選手たちがさ、はい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 、はい。こうね、対決してても、はいはいはい、はい。それで泣けちゃうってことでしょ、はいはいはい、そのハグで泣いちゃうと。はいはいはい。もう絶対知らないのに。だからそうなんだよな。うん。だから俺も、うん、ドームライブで喋って、うん、ウーバーイーツまで至るのを、うんうんうん、本当によくわかんない理由じゃん。テレビサイズじゃ伝わらない、うんうん、行きたいとこがない。っていうのは、毎日自転車漕いでるから、っていうのもあって、流れ知ってた上での、行きたいとこなんかもう東京にないんだって言って、うん、行きたい場所を作るみたいな、うんうんうん、それなんかあるじゃん、ストロークが。はいはいはい、そうね。だけどテレビでさ、ね、テレビってこういうの伝わんないよね。行きたいとこがないっていう感覚とか。行きたいとこがないって言ったら、うんうん、もう本当、なんだろうな、なんかスパイみたいな感じになる。でも行きたいとこがないやつが V 見んねんみたいな。本当に怖い。スパイってのバレないように活動してるっていうか、うんうんうん、行きたいとこがないのになんか旅 V 見るみたいなさ、うん、ことになるわけじゃん。どういうモチベーションで見てんだって話になっちゃうね。見てんだってなっちゃって捕まえられちゃうから。うん、お前どういうつもりだっつ。だから俺もこっち側の図で趣味が高じてみたいな言い方でタイトにしていくじゃん。はいはいはい。そしたらさ、勝手にさ、うん、なんかどっかよくわかんねえさ、うん、なんかネットニュースになるじゃん、うん、でネットニュースになって珍しいなと思って、うん、なんかコメント欄みたいなところあんじゃん、うん、見てたらさ、うん、なんか、うんうん、だから愛されるんだろうなとか言って書かれてんだけど、追い越しちゃってんだよ、もういろんなことを。なるほどね。愛されるとかじゃねえじゃん、だって。ああ、だからその自動補修みたいなされて。そうそう。だから。補填されていろんな。その連続だわけじゃん、俺たちの商売なんて。感動が。うんうんうん。だからこれ本当にあるんだと思うよな。ああいうサッカーの代表選手とかもなんか記事出たら、いや全然違うんだけどなってまで言っても、なんか逆に宣伝になっちゃうしみたいなことが世の中でいっぱいあるんだろうな。うん、誤解というかね。違うけどなってことな。そのまま伝わってないって。このレベルで思うってことじゃん、だって。まあそうだね。いろんなこのなんか主観なんかね、思いと考えが入っちゃって、違うものになってる。なんか、ま、若い時はさ、うん、そういうなんかコンビ仲のとこ、こととかもさ、うん、いや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 っていうラジオでさ、喋ってたけどさ、うんうんうん、めんどくせえな、もうな。なんか、めんどくさくなっちゃったっていう、うん。めんどくさいね。ああいうのも、あるんだろうな、それを喋りたい旬とかがな、インタビューとかで。ああ、まあまあ、あるんじゃないですか。正直気持ちよかったもん。M1 の2008の直後ぐらいのインタビューとか。うん、あの漫才どうやって考えたんですか、うん、気持ちよくなっちゃって、うん。あれはですね、みたいな。あれはですね、実は、みたいな。うん、いやそうだね、うん。なんでだろうな、あれ。すごい楽しいんだよ、あれ。うん、話したいぞ、やっぱり時期なんじゃない。目立ちたく、うんうん、目立ちたかった人みたいなさ。うんうん、なんか、その、なんか異世界転生したみたいな感じよ。うんうんうん、まあまあ、そう、急にね、うんうん、聞かれることなんか今までなかったわけだから。もう足しちゃって足しちゃって、逸話を。実はですね、みたいな。
出しちゃってっていうか、なんかその、なんか大げさに喋っちゃってっていう。うん。実際ですね。うん。今めんどくさいもんね。めんどくさい。あの、聞かれても。うん、ドームライブは、やっぱああいう、非規模で漫才やることがないですもんねとか聞かれても、めんどくせえなって思っちゃうっていう、なんかそう。なんでそうなっちゃうんだろうな。いや、そうだ、やっぱりね。うん。そこに対してはもう熱がないんだろう、多分ね。はい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 。うん。聞いてくださいよっていう。うん。だから、なくなってきちゃうんだろうね。いや、あれさ、うん。あの、BS、よく見るじゃん。BS ですよ。で、俺さ、家で見る。なんか、そんなこと言うもんだからさ、カスが。なんか楽屋入ったら、うんうん、BS をなんか面白いのかなと思って、つけんで、とりあえず。BS にすんだよ、楽屋のテレビを。そしたらさ、うん、昼間とかじゃん、仕事って大体。したらさ、大概テレビショッピングしかやってないの、BS って。あ、何や、面白いのに何時やってんの、あれ。いや、やっぱ夜帯じゃない？なんか、ゴールデン、ゴールデンがあんの？ BS には BS の。いやー、はっきりとそこし調べたことやってんの？ BS のゴールデンで、7時とかの番組はさ、うん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 、夜の、うん。なんか、タレントが30人ぐらいひな壇で集まってやったりしてんの？ BS で。いやいや、それも BS じゃないよ。その番組が BS やってもそれ見ないよ、私は。そういうのが、なんかね、あんまりこう、合わなくなってきて、BS の番組に行ってるわけだから、それ BS でやられちゃったら意味がないんだよ。そういうことか。そうそうそう。なんかこう、ゆったりというか、ね。で、BS のゴールデンタイムは何時ぐらいなの？何時なんだろう。だから私がよく見てる、うん、番組は、うんうん、やっぱ19時、20、だからもうゴールデン、21時とか。面白いのがやってんだ。22時過ぎとか。あ、じゃあその時間あんま楽屋テレビ見るってことねえもんな。それぐらいだよね、多分。ひむ太郎とかそのぐらいでしょ？へー、そうなんだ。町中華とかもそんぐらいだよね。へー。酒場放浪記は21時か。うん。でもそれぐらい、だから、ほんとだから、我々みたいな、うん、おじさんが、家帰ってきて、うん、なんか、お酒をこう、たしなむぐらいの時間がゴールデンタイムなんじゃない？ちょっとなんか19時とかでも、もうちょっと遅いと。それさ、春日の分析的にはどうなの？地上波と BS になっていくわけじゃん。ジジイになって、お前も、うんうん。で、それはなんでなの？やっぱりね、うん、まあ、はっきりと追求と、春日に聞いたことはないけど、春日がなんでお前は BS ばっかり見るんだと、 BS と NHK ばっかり見るんだって。喋ってみてよ、春日と春日で。俺それ聞きたいよ、うん、おい春日、んなんだよ今 BS の番組見てんだよ。いや、それのことなんだけどさ、なんで春日は最近ここ何年かだよ、うん、うん、春日のこと見ててな、うん、うん、思うことがあるんだけど、ここ何年かなんで BS とかNHK とかテレビ東京のその経済的そのね、ガイアの夜明けとかさ、カンブリア宮殿とか、ああいうのばっかりしかこう見てない、なんでなんだよ。いや、 BS の漫画見てるのにさ、なんかこうわーっと聞いてくんなよなあ。そういうのが嫌だからで。答えろよ、お前。でも、これ BS で番組化されるね。いや、どういう番組なんだ、これが。春日対春日。30分が非常にゆっくりでいい。さすがに無理だと思うよ。いくら BS ですもんね、好きなことをやらせてもらえる枠ではあるとは思うけど。お前が、お前が白堀のスタジオでさ、画面が上下も切り替わって、おい、春日。お前、今週なんか楽しいことあったか、うん、今週、ゴンスなーって。つまんねえ。まあ、BS で番組化されると思う。されない、さすがに。そこまで緩くないのよ、BS は。言っても。テレビなんだから。はいはいはい。うん。いや、だから本当になんか、そういうのがちょうどしっくりくるというかね。うん、お酒をたしなみながら見るにちょうどいい、この雰囲気というか、なんていうか、うん。ああ、酒、ね、酒飲みながら見てんだ。お酒飲みながら見るね。うん、だ、録画したやつを、はいはいはい。うん。こう見て。はいはいはい。うん。いいなぁ、なんつって。うん、スギちゃんいいなぁ、とか思いながら。でも聞いたら結構いろいろ大変なんだなとかね。杉山さんに？杉山さん聞いたのよ。どういう風にやってるんですか？いや、結
個も目につくところ、うんうんうん、何かこう気づくところ全部行って、はい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 、うん、でなんかこう物にというかね、はいはいはい、ショーになるかどうか、はいはいはい、本当1日30分の番組とかだけど、結構1日ずっとやってたりするらしいんだよね、はいはい、ああやっぱそうか、だから面白いんだけどね、なんか予定調和じゃないさ、スギちゃんが気になったなんか鳥がいるなんかお店とか入ってて鳥と戯れてみたりとか、なるほどなあんま見たことない。そう考えるとなんか、うん、なるほどな、なんかさっきの話にも出てるけどさ、うん、俺が行きたい場所が東京にないじゃん、うん、でまずさそのさ行きたい場所が東京にないとか言ってる時点でさ、なんか感じ悪いじゃん。なんか、地上波だと。なるほど。でもさ、はいはい、それをさ、ゆっくり説明できるのがラジオだったりするじゃん。だからさ、やっぱキャラがさ、うん、分かっててさ、うん、その人のそのすごい最短距離で、うん、梅沢富美男さんぐらい最短距離で喧嘩できれば、もうなんか盛り上がるっていうか、はいはい、やっぱそれがテレビなんだろうな。その人がもう、うん、もう見た目で振りが効いてないと。はいはいはい。もうね。でだから早いんだろうな、うん、やりとり。うん、そうなんじゃない、うん、説明がいろいろだから省けるところは全部省いて。で、じっくり見れるからいいんでしょ、うん、BS は。その、うん、まあ、地中華なり、うん、そのお店なりさ、うん、散歩なりが、うん。そんなバーっと行ってないもんね。うん。うん。あ、じゃあバーって行くのがさ、うん、ダメになってくんのもさ、うん、なんかの廊下なんだろうな、あれ。ああ、そうなのかもね。このスピードが。あんまり、なんか早く、もう漫才でネタに入りたくなくない、うん、ああ、そうだね。なんか、あってないというか、なんかこうね。だらだら入りて、でも、それがだらだらしてんじゃねえって思ってたもん、俺。高校の時に、中学とか高校の時に、笑点の笑点に出る漫才師の人、ベテランの人多くて、長いじゃん、十何分やるじゃん。うん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 。だらだらしてんじゃねえよって思ってたもん。なるほどね。高校生の時。うん、早くネタ入れよって。いやーとか言ってね。お前んとこのなんか、かみさんがどうこうみたいな話すんだよ。なんか、ダラダラ。ダラダラすんなよ。それがなんか、廊下なんだろうな、もうな。いや、そうなんじゃない。そのうちなんか、もう10分ぐらいなんか、別に、なんか、ボケもツッコミもないのがなんか気持ちよくなっちゃって、それを客席もニコニコ見ちゃうみたいな、地獄のような漫才になっちゃった。何やってるこいつらってね、若い人がしたら。何なんこれ、漫才でもねえしみたいな。そうだね。だからお前もさ、でもそれは、いや、ほんとさ、ありえるよ、うん、お前はさ、うん、あの、大御所の人って話長いじゃん、やっぱり。そうだね、ゆったりね。ゆったり。話される。お前やっぱ、パキパキ。それだめんとき、お前、うん、もう大御所みたいなの。さっきもそうだけどさ、うん、春日が春日に聞くときにさ、うん、いやー、BS のテレ東とか、とかなんか、一曲一曲言ってくれ、うん。お前なんでそうやってさ、うん、長く喋っちゃうの。だから、はしょれないんだよね。多分。高速処理ができないと思う。その、これいらないなとかもう、もうそのままその出ちゃってる、その処理する前に口からさ、うん、そのでもその瞬間瞬間でだって本当、うん、だから小籔さんってやっぱ早いじゃん、それできる人っていうか瞬間編集、うん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 、もう最短で、ね、マーさんもやっぱ勘がいいわけじゃん、うん、最短でいくよね。マッス結構なんかすごいなんか、うん、なんかショートアッパーみたいなボケ方してくれる、うん、マッスはいきなりの、はい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 、で春日だけのダラ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 でもなんか春日が喋るのなんか、うん、なんかこれ長いって言って俺は思うけど、うん、みんなはまだ長くないのかなみたいな、見守ってる空気だったりするけど、それで言うと、伸ばすっちゃ伸ばせんのかな。例えば美容室行って髪型聞かれた時に、うん、伸ばせるってことだよね。まあ、前もやったけどな、こんなこと。いや、そうだ、伸ばすというか、そのまま、うん、編集しないってことだよね。起きたことを全部。で、編集しなかったらどんどん俺が切る人で。うん。春日さん、今日はどんな感じしますか？そう、まあ、とりあえず、美容室、髪切るのが、もう5ヶ月ぶりぐらい。いらないだろ。で、お前なんかまず、とりあえずがもうずるいよ、お前。いやいや、全部やっぱ知ってもらいたいから。情報で。なんでさ、うん。ジジイとババアって知ってもらいたいのかな、あれ。いや、そうなんじゃない、はあ、そうだと思うよ。そうなのかな。なんかこうちょっとクイズで全部それがなんかこの、うん、親切じゃないけど、お前なんか言うじゃん、なんか、うん、ほらほらあれじゃないって言うじゃん、お前。
それがほらあれじゃないから、春日って何々じゃないに入ってくんのよ、春日公文。うん、腹立ってきたな。でもそういうことだ、ね、とりあえずが腹立ってしょうがない、ね、なんか関係ねえで、今から髪切んだからよ。おめえが何ヶ月切ってねえのか知らねえんだよ、こっちは。わけえ、こっちは Z 世代なんだから倍速で答えろや。どうしてんだ髪型や。ジジイ、ジジイだけは傷つけていいからな、世の中。なんでだよ。それだけが免除されてるな。俺はテレビ出てて感じるぞ。ジジイだけは気をつけ、傷つけていいんだろ。なんでだよ、ダメだよ、ジジイも。うん、答えろ、早く、この髪型。こっちは Z 世代だぞ、この野郎。言わない、あんま Z 世代、本当の Z 世代あんま言わないんだよ。自分から Z 世代。早く言えよ、髪型。どうすんだよ。まあだから、髪型考えた時にですよ。5ヶ月ぶり。ちょっとなんだよ、髪型考えた時にですよって。それは自分の状態よ。じゃこの、うんうん、あの、俺は Z 世代の美容師だぞ、お前。舐めてんのか、お前。いや、それはもう、自由なんだ、髪の色も、お前。どうだ、この髪の色、お前。誰もいじってこねえぞ、同世代は。お前らの世代やってんだろ、あいつ。なんか色変えたな、みたいな。こっちは誰もいじってこねえんだよ、ジジイ。ジジイは傷つけていいんだよ、ジジイだけは。お前、この、美容師と客の、中間点に話を置けよ、うん、それお前はこの玉を、話の玉を、うんうん、髪型を考えた時にですよ、で玉を自分に入れるんだよ。別にいいじゃん、聞かれてんだから。こっちのことをよりね、詳しく知ってもらいたいっていう。答えろよ、髪型。まあだから次またこの美容室髪切るのにまた5ヶ月ぐらい経ってしまったらどうしようかなって思うわけよ。そう考えると。じゃあ5ヶ月分伸びた分切ればいいですね。まあだからそうなったらそうなったら、どこが伸びたかっていうのはやっぱりね。そう。どこがバロメーターになってるのかってやっぱあるんですよ、私の中で。でもあるじゃない？人によって。前髪が目にかかったとか、どこが伸びたら髪切り行こうかっていうのをね、考えた時に。お前、玉を入れんなよ。聞かれてんだから。ちゃんとしっかりと答えたいじゃん。どこね、今の何？え？今のはさすがに変だよ。でもこうやって喋っててわかるけど、うん、お前が得意な匂いはする。違和感がない。でさ、ね、うん、どこが伸びたのバロメーターっていうのは何なの？今の変だったよ。変かだ。人それぞれあるじゃない。うん、例えばその前髪が目にかかったら髪切りに行こうと。自分の中の目安よ。はいはいはい、髪に切りに行く、うん、なんかこうね、髪の毛をこう乾かすのに時間かかるようになってきたなとか、はいはいはい、で、あ、美容室行こうと。 だからその会話が長くなるから、うん、本当髪型を聞いてんだから、もう、うん、はっきり言ってほしいの、フックンみたいにしてくださいって、うん、はっきり言ってくれればこっちは切り始めれるのに。お前全然言わないで、フックンみたいにしてくださいって。いや、フックンみたいなしたくないのよ。シャツもアロハ着て、アロハ着て白いメガネかけてったらそれでいいと思うけど、髪型だけフックになってもやっぱ他のパーツが揃ってないから、それはずか浮いちゃうね、髪型だけ。だらだら突っ込むなよ、長えな、突っ込みも、お前。うん、それはね、うん、フックンではないかな。あ、フックみたいにはしたくないの、うん、それは、うん、お前フックに失礼。お前こん、あの、普段メガネが白フレームなのに。フレームで、夏はアロハじゃん、だって。アロハも着ない。だったらフックンでいいけど、アロハも着ないし、メガネも白じゃないのよ。はいはいはい、うん。だから髪型だけしたらそこだけ浮いちゃうでしょ、うん、なるほど、なるほど。うん、言われちゃう。髪型だけフックンじゃねえかって言われちゃうから。全部揃えないといけない、うん、3つ揃ってないと。
1だけ揃えてもさ、うん、それは違うのよ。なんでそう、なんか、うん、でも長いよね、春日って、なんか覚悟を言うまでが、うん、はっきり知ってほしいからなのか、全てを知ってほしいっていうのはあるんだろうね。へえ、あとその、うん、編集ができない。でその割にさ、うんうん、普段無口って何なの。クミさんともっと うるさいと思われるぐらい喋ってなきゃおかしいのに、なんか「ういっす、ゴンスな」とか言ってんだろ。まあそうだね、うん、うん、確かにね、文字数と合ってない、うん、頭の中の文字数と口から出てくる文字数がなんか溜まってんだろうね、普段ね、頭の中に、うん、だからこういった時に溜まってたやつがくっついて出てきちゃうから長くなるんじゃない。いやラジオが良くないのかな、トークゾーンをさ本当は2分で喋れることをこう10分ぐらいにしてやってるからテレビでの収録も、うん、で突っ込まれることない、お前長えなとか、それはまだない、それはまだないかな。あ、若林さん以外にはないかもね。俺が逆にすぐ答えてほしいと思ってんのか、うん、もっとそのぐらい喋ってもいいのかテレビも。でもでオンエア見るとな、パツパツ言ってるからな。いやそうだね、あれテレビって今そうやって聞いてるのが BS とラジオの違いっていうのはやっぱさ、なんだろうなプロセスを喋らせてくれるよな。まあそうだね、時間がもらえるよね、最短で行かなきゃいけないから、まあ、キャラっていうか歴史っていうか、うん、まあ、キャラ見た目とかじゃない部分のこの人なこういう人だよなっていうのが、うん、でそこにいないと、うん、むずいよな。そうね、うん、あとまあだからうーん許されないと現場がね、はいはいはい、なんつうの、そのロケとか行ってもさ、はいはいはい、なんかダラダラ話してたらなんか、はいはいはい、全然盛り上がらない現場が、はいはいはい、だけど BS とかだったら比較的なんかニコニコ聞いててくれてたような気がする。ああ、本当 BS の番組春日が、うん、行かせてもらった時に、いや、だそう考えるとさ、うん、俺さこの間さ、うん、ロケをなんか、うん、なドトールで一人で真剣になんかロケを、うん、ロケとは何だろうっていうのをなんか真剣に一人で何の別に意味も考えてたの、うんうん、まず楽しかったロケを浮かべてみようと思って今まで、うんうん、したら、うん、まずダントツタモリクラブね、あ、はいはい、で、あとプスマ、あ、プスマ楽しかったね。プスマってさ、うん、あれさ、うん、なんだって俺さ、プスマってあれ異常だよな、あの番組、うん、謎なことやってたよな、なんか、あ、そうだっけ、うん、いや、なんか謎なことやってたぞ、なんか、なんかあの芝生のソリー、芝生のソリーをブワーってどっか遠く行って滑り降りちながらなんかペットボトルを上に投げてキャッチできるかみたいな、なんか あったかもね、なんかそんなことばっかやってなかった、うん、プスマって、うん、すっごい楽しかったよねプスマって。楽しかった、だやっぱお二人がそうだからじゃん、ゆうすけさんと草薙さんが、こんなパツ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 じゃなくて、うん、いや出したじゃん、おいよしとか言いながらさ、なんかまあダラダラじゃないけど、あ、面白かったよね、なんか、うん、ゆうすけさんがさ、うん、オープニングとか長いんだよねなんかわけわかんない嘘ばっかついてんだよね。いや、そうだね、なんかさ パキパキしてなかった、ヤマドリーと会った瞬間にねみたいな、なんか、うん、すごくなんかこのなんか出会いだったなみたいなこと、なんかすごい言ってた、なんなんすかみたいなで俺のプッスマがやりたいんだけど、カスガがやりたい、本当に。それか、私しかいないじゃん。オードリーだとなんか合わないから、カスガがやりたい。カスガ、できるかな、カがでかいロゴでさ。うん、いや、プッスマめっちゃ楽しかったなって思い出して、うん、すぐなんか、わけわかんないな、あれ、なんか、すごい、うん、遊園地みたいなところでロケやってて、結局、うん、遊園地でいろんな乗り物あんのに、ビリビリボールペン持ってた、みんな、いてーとかって言って、あれ楽しかったなぁ。なんか、楽しかった。あとさ、うん、
それで考えてたの。タモリクラブってなんで全部あんな楽しかったんだと思ったら、うん、じっくり一個のことやるよね。ああ、まあそうだね。それがなかなかやんないじゃん。だってあれだ、うん、あれだもんな、その、うん、そういう、なんか、うん、ほら、ストリップ劇場で紙テープをこう、うん、袖から投げる人のだけでやってたりしたもんな。やったやった。だから面白いのか。うん、プロセスがあるから。なんかね、そうだね、パキパキいかないから、やっぱり向いてないんだな、俺とか、まあ俺が、いや、まあ私もそうよ。あ、それをだからやっぱ現場 そのスタッフさんが許してくれるかどうかじゃない。いや、許してくんないでしょ、だって撮りたいもんがあんだから。まあそうなの、基本的にはね、うん、だけど BS とかだと、あれもそうだ、春日ロケーションもそうだわ、よく考えたら。知らねえよお前なんだよ嘘みたいな話そのいや、嘘じゃないじゃん。これはもう、今ちょうどやってるよ。俺やってないと思ってんだよ。やってるよ、この辺撮って、そっち、シーズン2が。いや、俺やってないんじゃないかなと思って。やってんの、三浦くんも来てくれたしね。当たり前のように春日ロケーションが。春日ロケーションもなんかこう、スタッフさんがニコニコ見ててくれるから、こっちもなんか、調子こいちゃって、もうダラダラ。だからそれが許してくれてる。ああ。そういう現場なんだよね。はいはいはい。うん。だから、ね、なんか、腹立つね。なんか流れてくんだよ。なんか、フールだっけ、うん、あれ。フール。なんか、フールに行くと、うん、なんか流れてくんだよ、あれの宣伝が。予想流れて今やっても。で、なんか、ムカつくんだよ、里光と春日が。いや、ムカつく。いや、なんか、その、お笑いもん、強者がいないところで、なんか、自分たちの笑いをやってるみたいななんか感じがムカつくんだよな。俺という脅威がいない場所で、でそれをなんかそれがなんかゆっくり見れていいって思ってるなんかファンもムカつく。春日ロケーション見てるやつ俺は全軽蔑してるし、松田好花も俺は軽蔑してるから。いや、松田くん許してあげてくれよ。付き合ってくれてんだよ、私とさ、おじさんにさ、おじさん二人にさ。でも楽しそうだな、あれは。いやいや、そうなんだよね。あ、そういうのがいいっていう風に言っていただかないと、現場が。はいはいはい。なかなかできない。俺も若林ロケーションやりたいな、うん、そしたら。あ、そう。そういうイメージあるわけですか、若林ロケーションの。若林ロケーション、やりたいなと思う。だから、里光ま言ったら、うん、春日と近い位置っていうか、放送座で、俺とヒロシで、俺とヒロシと、日向坂卒業した子たちで。なんか行きたいな。箱根とか行ってんだっけ？箱根とかな、ヒロシ。若林ロケーション。なんか見てらんないよ、それ。それもそれで。真っ黒のトレンチコード着て、春日のあのピンクのあれに対抗して。ああ、なるほどな、うん。聞いてたらなんかいろいろ面白かったわ。なるほど、うんうん。それではやっていきましょう。アフタートゲド。オードリーの俺は日本に東京ドームに関する話題をお届けした。なんでこのコーナーもうやめようぜ、もう。まだあんのか、なんか。ああ、これだ。15周年展福岡会場が4月14日まで開催しています。なるほど。福岡会場限定の入場特典として、春日語ステッカー2種類プレゼント中。ティンコズラーメン。福の。ティンコズメーラ。これあれなんじゃないの、うん、なんか色。春日ロケーションのグッズなんじゃないこれ。ティンコズラメーランとか言ってんの。まあ、春日ロケーションでも使ってたりするけど、こんなようなことは言ってるよ。こんなこと言ってね、みんなでアハハハハとか笑って誰も突っ込まず。あれやっぱ俺行った方がいいんじゃないの、うん、盛り上がってる時に水かける役としてそのバケツ持って3人に。いやいや、それはうん、それはなくていい、そのまま。あ、そう、盛り上がったままヘラヘラしながら、うんお送りするっていう番組だから。ああ、そういうことだね。うん、それ大事ね。そんな若林さんわざわざね来てもらうことじゃない。そうそうそう、この、ラジオネーム社員マスカラ、
東京ドームライブの T シャツの件ですが、今週配信されたアンガールズのジャンピンでも、うん、あジャンピンでもか、うん、T シャツあまり売れてないんでしょと言われてました、うん、ちなみに僕は T シャツをちゃんと買いました。えらいね。まあでも山根のマグネットよりは売れてんだろ比べる規模が違えだろう、タコさん。いやあの T シャツ売れてないですでも信じられないよ。3月31日までですって T シャツのオンライン予約。まあまあ買わないけどねって思ってるだろうけどリスナーの人は今まあまあまあ、ね、なんかな、これどうすんだろう大量に。えこれ余ったらどうすんの。もうどうしようもない、うん、ああそうなんだ。どうすんだろうな。すごいな、うん、逆に貴重になっていくのかな。いやそうじゃない、うん、だから本当に、うん、後から欲しいとか言ってももうね、うんうん、いやいやそれでもまあまあ買いませんけどリスナーは聞いてると思う。おいなんでいなすなよ焦れよもっと、うん、ラジオネーム風を切る。東京ドームライブお疲れ様でした。私は父と2人でステージ裏から見させていただきました。記念 T シャツですが、うん、父はいらないと言っていました。なんでだよ。私は黒一着だけ注文しました。いいね。ああ。怖い偉い ね、 いいね。なんか、まあ、なんかなんでだろう。まあでもなんでだろうってことでもないか。なかなか、例えばグッズ買ってたら、そのライブ行って、楽しんだら、うん、その後にグッズ発売するなんて、もう、うん、オードリーの東京ドームライブかスーパーボールぐらいでしかやってないもんな。阪神の記念 T シャツとか売り切れてたけどな。あ、ね、やっぱりやっぱりやっぱり、うん、もう逆になんかもっとグッズ出そうか。チャンピオンリングみたいなの作ってチャンピオンリングってなあれな。まあそうだね、うん、あるもんな。いいですよ、うん、どんどんチャンピオンリングってあれさ どっか作んのかな。なんかこうデザインとかしてくれるとこあんの。いやそれやっぱあんじゃないですか。あ選手とかね関係者に配られる。あれいいよね。あれいい。あれ作りてえな。あれだからドームのさ、はいはいはい、なんかこのね、はいはい、一個一個の、はい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 、模様というかデザインで。いやそれ買うリスナーはいよいよよくわかんない。やばいね、リングは。はいはいはい、うん、あドームライブのアニメが YouTube で公開されてます、ね。うんうん。あのなんか毎回思うんだけど、なんか春日風リスナーはすごい一生懸命働いてんだけど、うん、若林風リスナーは、うん、あれ働いてないんだよね。ああそうだったね。勉強もしてないんだよね。必ず俺ああいう俺絶対ああいう役なんだよ、うん、あのひまわりの映画もさ、なんか、うん、なんか仕事だなんか辞めてフリーター辞めてきた人とか、うん、なんかなあの佐久間さんのシックスは、うん、のセクシービデオの女優さんの追っかけっていうの、うん、とかだったり、うん、なんか、うん、どっかそのちゃんとこう歩んでないっぽい人ばっかりなんだ俺な、うん、そういうイメージとかそういうのがバッとこう春日はできまあそうか勉強してさ、ね、まあまあそういうの出ちゃうのかしてないからな実際。うーんそうだね、うん、イメージがやっぱあるんじゃない。謎だよな、そんな風に見えてんのにロケでは進行やるっていうのは謎の人間だよな。だから YouTube が公開してるんで、ねうん、あれさ、うん、誰か覚えてる？あれさ星野さんがさ、うん、お友達をずっと作ってくれてたじゃない、うんうん、さアニメはアニメでさ、うん、星野さんの曲ができてからアニメ作ったわけでもないし、アニメができてアニメは一切知らないの星野さんはね、本番まで。へえ。そうだよ。あそうなの。うん、うん、でそれおのおのがこうちょっとずつできてってたんだよね。あれあの星野さんも制作してくれてて、曲がバチッとあってからアニメを作ったんじゃないですか。あれね、で実は、うん、あんま言っていいか分かんないけど、うん、なんかそのそうじゃないのよ。曲がどっちかが先とかじゃないのよ。ああじゃあ同時でこう徐々にできよう。いやでアニメできて星野さんの曲できて、うん、合わせてみましたって時があったの、うん、で確認しますってなって、うん、データでパソコンで見た時俺びっくりしたもんね。いやそうなの、うん、いやもう曲をいただいてから、うん、
それに基づいてアニメーションを作ったと思ってたよ、うん、あ全然違 う、アニメはこういう感じですっていうのがもう先に星野さんの曲聴く前に俺見てたもん。うん、そんなことあんの。いやそんなことあんのってみんなで言ってた。おでなんか、うん、誰もなんか、うん、もうこれっすねみたいな空気になっちゃって、うんうんうん、もうあど頭、うんうん、それで俺 の、 あの帯広がなくなるって話になった。ああそこに繋がっていくのか。もうこれこう二人がドーム入ってったら、これ星野さんのお友達のしたアニメの、うん、もう出たいっすよねオードリーとか言ってなっちゃってであこう帯広カットだなみたいなせっかく行って撮ったのに、うん、東さんがなんか なんでみたいな、帯広はカットですみたいな、俺横面引っ張ってやりたかった。だめ手出した、東さんのだめ手出した、あれはおさ今までも散々お世話になってる人あれはびっくりしたな、合わせた瞬間覚えてるな、そうすごい、ね、さっきアニメ見てたからさ、うん、そうそうそう、まあそうだな、うん、なんか、まあ、相談みたいな感じなのかな、なんか、うん、まあ喋るかどうかも迷いつつなんだけども、ほうだったんだけど、年末年始に、うん、まあこのラジオでは何度も言ってるけど、私の妻と娘は沖縄に行ったわけですよね。ああ言ってたね、若林さんだけ残って、うん、そう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 、まあね、東京ドームのこといろいろ考えちゃうから、うんうん、行ったところなんですよ、うん、残ってた方がいいんじゃないっつってね。でまあ行って、まあ、連絡は来ますよね、うん、ちょく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 、うんうんうん、でね、そんな中なんかね、うん、行ってからね、なんか2日後ぐらいにね、うん、なんか言いにくいことがあるんだけどみたいな、言わなくちゃいけないことがあるんだけどみたいな LINE が妻から来まして、うんね、これが一番怖いのよと思って、その、うん、沖縄出身ですから、うん、私のそれをの娘と帰ったら、うん、あの東京の若林ってなんだあれって思っちゃって、うん、自分が育った沖縄のね素敵な空気に、はいはい、なるへそってなんだこの野郎え早くないあれ私かな、お前はお前の正しいリアクションどういうことだよ。ああそいつそいつ何も分かってないやつだよ、分からなすぎたらそいつ。そしたらそれはって俺は説明するのに、うん、分かっちゃった時点でじゃんもう、そこで、うん、そこに怒られたわけね。そうそうそう、いやだからなんか、まあ、聞くじゃない、うん、ちょっとね、うん、離れたりとかして、そうそうそう、そこではたとなんか、そうそうそう、あれがおかしいんじゃないかって気づいてしまう、気づかれてしまうみたいなさ、そう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 、あ、そういうことが起きたんじゃないかっていうこと、そういうことが起きたんじゃないかなってことを警戒してるわけよ、ね、その歴史があるからね、やっぱり旅行したりして、うん、なんかつまんなそうな顔するのやめてほしいとか言われて、なるへそ、いやこれは逆なんだと、うん、うん、なんでこんなに水が美味しいんだろうって考えてるんだよ俺、その時の俺はみたいな、そうすり合わしていくわけよそれで、なるほど、徐々に徐々に、うん、ちゃんと理由があるんだこいつっていうのからこうはいはい、はい、それはそっちの人生の積み重ねた想像なんですよみたいなね、なんとかね収めてもらおうとね、つまんねえんじゃねえんだこいつってなるわけで、そういうことがもう至るところにあるわけです、はいはい、誤解なんだと、そうそう、うん、でね、うん、あこれ怖いなと思って、うんうんうん、どうしたのっつったら、うんうん、結婚指輪をなくしちゃったかもしれないって聞いたんですよ、うん、俺からしたらなんかそのなんかなんつうんだろうな、何だあいつ離婚っていうハードルで想像しちゃってるから、うん、そっからの結婚指輪なくしたってことだから、うん、俺としては、なんか、あ、なんだ、よかったぐらいの感じなわけ。まあ、レベル的にはちょっと低いというか、そうそう、まあ、そんなこと、まあ、そんな、もうそういうことだったのか、みたいなね。うん、で、うん、あ、そうなのみたいな。うん、でも、なんか、どこでなくしたかわかんのって、もう、やっぱ空港なんだよね、うん、と、那覇空港。なんかもう大変じゃん、俺の娘ぐらいの年のこう飛行機で行って、うんうん、大変よ、保安検査場とかなんだから、うん、そこで外してとかなんかあんじゃん、うん、
そこでだと思うと、そこでそれじゃない時はつけてたの覚えてると、その前までは。そうそう、うん、で那覇空港出て気づいたから空港だと思うみたいな、うん、まあでもなんかその見つかんじゃないみたいな、でなんか、うん、で空港に聞いたら、それは空港にあれからずっと何度も聞いてるんだけど、落とし物届いてないですっていうのを2日経って言わなきゃと思ってみたいな、うん、見つかんじゃないの、でももうなんか帰りとかにもう一回聞いてみたらみたいな感じで行ったのよ、はいはい、うん、で、そういうよね、うん、まあ、俺一人じゃないですか東京に、うん、でなんか思ったのがなんかあれこれで良かったんだっけなっていうか、なんかその結婚指輪をなくしましたって聞いた、うん、なんかあの夫側ってこれでいいのかなみたいなっていうのが、うん、かですか、まず、うん、なんでなくしたんだって怒る人がいるとしたらさ、うん、その人は結婚指輪してる人なわけじゃん、常日頃から。でも俺はしてない人なの、うんうん、でなんでかというとなくすから。なるほど、うんうん、俺は絶対なくすから、うん、だって外したりするときもあるでしょ、あれキャッチボールとかするときな、ボール、まあ、ボールいいとこでパンって取ったときに、もう指輪なんかしてたらパン痛いわ。痛いね、うん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 、あれさ、うん、もうずっとしてるの、あのいつ何時あのしてる人いるじゃん、あのなんか漫才師で漫才してる時もしてる人いるじゃん。ああ、そうだね、うんうん、あれもう一生外さないってスタイルなのかな。まあそんなこと外すタイミングがやっぱあるでしょ。寝てる時とかしてんの？寝てる時はしてるんじゃない？あ、寝てる時してんだ。風呂は？風呂も、風呂ぐらいだったらしてんじゃない？へえ。わかんないけど。え、じゃあ外す時キャッチボールの時しかないじゃん、そしたら。かもしれない、ね。左手だろ？左手だからね。だから右利き。あとあれだな、ゲーセンでパンチ力かかる時な。左の。左のね。じゃ左の方がいける、強い気がするわ、の時な。その時でも俺ほら、うん、あの山田ボディにボクシング習ってたりするから、うん、外す時あるじゃん、はい、だから絶対なくすもんね、野球とかキャッチボールとかして、うんうん、だからしてない、うん、だからなんか怒る筋、うんうん、なんか怒る権利がないじゃん俺に。なるほど、うん、確かに、そうは言うけどお前してねえだろ、お前してねえだろっていうのはあるし、うん、言われちゃったから、ね、だからこれが本当にさ、うん、俺もいい加減しなきゃいけないのはさ、そもそも分かってないんだろうな、なんかそう、どうやらこ、うん、なんかもうボス の, あの外国の人のみたいな気持ちで、うん、ボスの CM の、うん、どうやら地球ではなんかそういう決まりらしいみたいな理由で、これもう本当言っちゃいけない、こんな話、結婚指輪多分買いに行ってんだから、うん、右往左往しながら、うん、なんかそうらしい。だから俺里光と、うん、でなんかこの里光と買いに行ったのは婚約指輪、うんうん、その同じ店で結婚指輪も作ったね。なるほど、うんうん、同じとこで結婚指輪作ってたよね。最初は里見さんね、それあのプロポーズすると、うんうんうん、で結婚指輪は2人で作ってデザインと決めた、まあ、確かな、うんうん、でなんか作ってた時に、うん、その指輪の店な、うん、隣に、うん、なんか俺聞き耳立てちゃったんだけど、うん、この人たちも買ってんのかなと思ったら、あ、もう一組見た、どうやら、うん、そこで結婚指輪を作って、うん、話を聞いてたらよ、うん、買い物に来て銀座に、うん、で、うん、その買い物ついでに前を通りかかったから、うん、寄って、うん、店員とテーブルで喋ってんだよ。ああ、かつて作って、うん、たまたま近くに来たから、うん、顔出したみたいな。意味わかんないだろ。意味わかんないです。何話すの？いや、俺もそう思ってさ、結婚指輪ってこれ、うん、何なん結婚指輪ってって、うん。その後のなんか、うん、いやーあれからねみたいな話。してんの。どうですか？これね、みたいな、なんか作りましてもう5年経ちましたけどみたいな。指輪の話してんだよな。近く通りかかったんでみたいなの聞こえて、どういうことなのと思って、うん、その感覚がもう本当異世界っていうか、あ、それはちょっと分からんね。まず分かってない、指輪をずっとするみたいなことは、うん、でもなんか一生懸命やろうとしてるの俺はそれを、うん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 、そうらしいです。でもなんかこう本当なんか別にハスってるわけじゃなくて、うん、まだタトゥー入れる方が分かんない、奥さんの名前の、ほう、体に、ほう、
まだタトゥー、結婚指輪するならタトゥー入れる方が意味がわかんの、俺は。それどういう、どういうことですか？消えないじゃん、だってもう、入れちゃったら。なんかその指輪をずっとしてるっていうのは、ほとんどなんか、まあ外せるしね。よくわかってないっていうか。でもそうらしいからやんなきゃみたいな感じでいるわけ。だから怒ってなくて、うん、でもなんか、ドラマとかで、なんか、何なくしてんだみたいなシーン見たことあるから。なるへそ。なんか、こう、怒んないと、なんか逆になんか、変なやつなのかな、とか、不安になってきて一人でいるから。うん。だから、なんか、ネットとか見ちゃって、なんか、あの、妻が、結婚指輪をなくしたみたいな。で、なんか、なんか相談して、なんか、相談したのをなんか答えてるみたいななんかあんじゃん。うん、あるね。なんか、ね。はいはいはい、それになんか、うちの夫はなんか、すごく怒ってたんですけど、うんうん、みたいな、逆に、愛を感じましたみたいに書いてあって、うん、え？と思って、やっぱそっちなのみたいな、うん。怒んなきゃいけないのかなみたいな。怒んなきゃいけないってこともないんだけど、うん、っていうのが気がしてきちゃって。いや、難しいね。そう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 。うん、で、なんか、そんなの調べてたら、うん、なんかどん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 なんか、変な動画に行き着いて、なんか、ほう奥さんが若い時に亡くした指輪が、引っ越しの作業してたら、見つかって、なんかそれをなんか再び妻の指にサプライズで通したアメリカの老夫婦。泣きながら抱き合ってる。そんな、あ、指輪ってこんなことなんだ、みたいな。なるへそ。あ、俺やべえな、みたいな。なんか、なんなら、また買えばいいじゃんって思ってる。思ってたところもある、ちょっと。はいはいはい。金はあるんだと。なるほどね。うん。金はあるんだっていう気持ち、ねはいはい、作れるしね。作るね。絶対なくすだろうなって思うし、自分だとしたら。うん、で、これちょっとそっちっぽいから、その真剣だからこそ怒るが、普通の感覚だかもしれないと思って。そうかもね。確かに。帰ってきたら、一発行かなきゃなと思った。なるへそ、ちょっとね。入れないと。っていうことがあって。それで、なんかその間もなんかビクビクしてる、なんかやっぱ俺がもう指輪しとくべきだったのかな、みたいな。なるへそ。そうやって、で、帰ってきて、うん、行かなきゃな、一発な。うん、で娘寝て、で東京帰ってきて奥さんに、うんうん、2人でなんかちょっと喋ったりする時間あるのな、娘寝た、あの指輪の件なんだけどさ、行くぞ、まあ正直、ショックはショックですって言ったの。なんだその言い方。なんだお前その言い方が。いやいや、これ、いや私の方だよ。ですわー、つって。うん。行かなきゃな、一発の。行ってないね、なんかこの、そばを通ってる。なんつうの。かすめて体の横をか、ど真ん中に行ってないじゃん。ドカーンとさ、シュンってなんつうの。え、ど真ん中に行くやつどうすんの？なんて言うの、最初。いや、ショックだよ、みたいな。泣くショックなんだけど。どまん、どすんじゃん。何それ。うん。情けない。情けないから、ショックですわ。だってこの、体の横、シューンってかすめてるだけじゃん。そんな言い方はしてない。です。ですーでシューンだよ。どうやって言えばよかったの？いや、だから、なくしたことは、ショックです。うん。私はね、うん、指輪なくして聞いたとき、ショックです。ショックを受けました。だったらもうど真ん中でもう居抜いてるわけでしょ。です、そうだとさ。うん、まあ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 、あ、なんだろう、その雰囲気は伝えたわけだね。そう思ってるぞということは。そしたら、予想外ですよね。なんか、いや、本当にね、私もね、自分にね、腹が立ってしょうがないんだと。なるほど。そんな、なんか、なくしたみたいな話をね、聞いたこともあると、知り合いから。なんでなくすの、あんな大事なものをと思って、自分が本当に情けないし、って。俺はね、言った。
おまあ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 つって。いやすっごい自分に怒ってるから、そんな、なんか、しょうがないじゃないと思って。うん、いや、でも、食らわすって決めたわけだからさ、若林さん。待ち構えてるわけでしょ、東京でこうやって。帰ってくるのをさ。うん。したらだからね、うん、確かにそうだよ、みたいな。うん、反省したまえみたいな感じで。いや、なんかお前の切り方のどういうのだっけ、うん、ショックですだっけ、うん、ショックです。あ、その語尾が違うな。俺は、うん、ショックはショックです。じゃあ、俺は。お前はショックですなんだ。そう、しっかりと。びっくりマークね。うん。相手の真ん中にね、うん、刺さるように。俺はスッとちっちゃいウーが波線だから。そうだね。うん。うん。言って、だからそういう時も、うん、ほんとそうだよ、つって。いやいや、それで私は本当に自分が情けないし、うん、そんな人間なんだって思った。うん。本当に申し訳ないって言ってたから、うんうん、いやいや、まあ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 、つって。うん、まあでも、まあそうか。うん、すごい攻めてるから、うんうん。で、私もなんか若林さんが、うん、俺はなくすからつって しないって言った時も、うん、なくすかなって思った、私はと。でも私はなくしたと。うん、それを聞いて俺はね、うんうん、なんか、まあ、なくすからしないってやっぱあんま良くなかったんだなとか思ったりしながら。うん、うんと思ってたってことだね、うん。そうそう、そ、ね、思ってたんだとか思いながら、うんうん、まあ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 、つって。はいはい。もうちょっと待って、うんうん、また本当にないですってなったら、またね、うんうん、買えばいいじゃないと。うんうんうん。おそう言って。いう話をしたんです。うん、うん。で、月日が結構経ってますよね。3月ですもんね。ああ、そっか、年末年始でしたもんね、うん。昨日ですよ。うん。あの、聞きました、私。あの、結婚指輪なくした話だけど、うん、ラジオでしていいかと。あ、そういうの聞くのね。うん。それは聞かないと。まあ、そうか。うん。家族のことだから。なるほど。だから、いやー、これはもうでも、うん、なんか私が本当、ちょっと、できれば、やめてほしいと。おほ、うん。俺は言って、本当それ、うん。いやいや、今週トークがないんだよって。そこはもうど真ん中にドソンと言った。ないんですー。そこはバチョンと行く。何それ。この間ね、うん、我が家に、うん、星野さんがね、うんうん、やっと実は。いや、そうらしいね。実は星野さんがね、うん、ポークライス旅に行ってた。いやいやいや、俺も聞いたわ、星野さんと。あと、うん、フワちゃんのラジオでも行ってたね、星野さんも行ってたし。ああ、そう、だから、うん、私一番最後なのよ。この、ほんと、なんかそういう、そう、ラジオマナーみたいなものが、それはなってないと。それは一番格下だからな、うん、お前。なんで格下なんだよ。それはお前は土曜日だよね。だから本当に。月曜から順だから。そうなんだよ。だ日曜だったからさ、失敗したなと思って曜日選び。金曜にすればよかったなと思ってさ、金曜だったらもう胃の一番に私がさ、行けるわけじゃない。はい、はいはい。日曜にやってさ、土曜だか今日だからさ、最後は順番が。だとしてもなんか、全部話すかねえと思って。いやでも、そら、でもそう。事細か、不安よ、とにかく。で、そこはさ、うん、一番。その同じ話にしてもさ、うん、入れる角度が違くて、春日さんの角度はやっぱ春日さんだなって思わせればいいじゃない。今からやってみろ、ほら。なんだよ。なんこれ演出か。うん。あ、よーい。はい、じゃないのよ。うん、いや、全部話されちゃって。うん、特にもう、ふわでも全部もう、なんかもう完了してんだよね。そりゃやるよ、ふわちゃん。ふわオールナイトニッポンでさ、余白ないぐらい全部話しちゃってるからさ。いや、そりゃ、そうだよ、星野さんとさ、うん、星野さんだよ、だって。いや、そうだよ。それと、まあ、うん、まあ、三流タレント二人がさ、もう開講したらさ。なあ。うんうん。いやいやいや、私はいいけどさ。ふわがさ、うん、アメリカ行くんだよ、だって。そうなの人。いや、うん、それで言うと、うん、その、春日が最後で逆に良かったかもな。最初の方が逆に怖いよな、まあ。まあ、そうか、うん。ちゃんとね、ちゃんと話さなきゃいけないよね。分かりやすくというか、顛末をね、うんうん。足せばいいんじゃない？ふわちゃんと星野さんがさ、うんうん、話してた話に、うん、ちょっといい、やっちゃいいじゃない。いや、
やっちゃうよ、それ一番ダサい、そいつ。だから本当はなかった話、うん、ちょっとちょっとあったのバッて広げるのも載せちゃえばいいな、うん、やってえな、ほら。なんだこの演出かよ。そんな恥ずかしくできるかよ。あいつ載せてんなって持ってんなって思われるだけじゃん、そんな。出てな、載せ中って出てな、テロップが。ただいま、載、うん、せ中、盛り中じゃないの、うん、まあだから、うん、まあ話しないこと言ってたの、こっちサイドの話はね、うん、してされてなかった、うん、春日家のその迎える、うん、迎える側というかさ、そこしかねえなんつって言って里見と話したんだけどね、うんうんうん、そう、ポクライソーだから、そもそもが、うん、それもなんかまあ不破のオールナイトニッポンで言ってたけど、うん、私がね、星野さんに、東京ドームのね、うん、ありがとうございました、みたいなことを、送らせてもらったのよ。はいはいはい。ね、はいはい、そしたら、その星野さん側からね、いや、こちらこそ、みたいな、こう、ばーっと返していただいて、はいはい、でその最後のところに、ポークライスは、僕もね、だからほら、二高の近くに住んでたからさ、いや、そうだよな。いや、これさ、もうちょっと、なんか、伝わってる、うん、この凄さ、あそこに星野さんが。いや、ほんとだよ。じゃあ、あれさ、まあ、伝わってないと思う、ね。あのさ、言ったら、これ、うん、あの辺って、兆楽があったあたりって、うん、まず、荻窪、阿佐ヶ谷、うん、あと、西武線だと、下井草と、下井草、まあ、鷺宮か。のあたりだよね。の、うん、ちょうど真ん中だから、そう。すごい、電車とかないから、多分家賃安いのよ。うん、な、そうかもね。あそこ、うん、バスとかしかないから、うん、だから学校作れたんだと思うんだけど。なるほど、そう。でも住宅街だね。いや、ね、どっからどういって歩いても15分20分かかる場所なのよ。あそこって。ああ、そう言われてみればそうだわ。な、うん。そっだからなんか日大二高も荻窪駅からバスで行く人もいるし、うん、みたいな場所なの。そうね。そうそう。下井草とかからもな。うん、バスとかも私も自転車だったしね。そう、自転車買うんだよな、遠いやつも。買った、尾形と一緒に買ってさ、荻窪の声優でさ、あ、うん、共有でね。え、それでさ、うん、え、何、うん、急に、その、兆楽の味がやっぱ、うん、食べましょうって話になったわけ？それで、まあだから、その社交辞令的なことも含まれてると思うけどね、星野さんが、その、仮にもしね、その僕も食べたいですと、ポークライスを。で、春日さんのね、春日の家にお邪魔したら食べることできますかねみたいなことを入れてくれたわけ。はいはいはい、で、私がその、返しでね、はいはい、いやいやいや、もうぜひともね、食べてもらいたいです。食べてもらいたいです、ほら。いや、そうだ。あのポークライスの味してんだって、私と若林さんと、星野さんとその兆楽の兄ちゃんしかいないんだから、もう。もうというか、まあ、身近でね。いや、すごい、あそこに住んでる凄さが伝わってんのかな。いや、たまたまだって我々が卒業して何年か後に、あの辺りにね、星野さんが住んでさ。ロケ行きたいな。あの星野さんに。うん、アパートだけ聞いて、俺たち星野さんが住んでたアパートを春日で見るっていう。うん、春日で。あ、ここだ、ここだとか言って。そうそうそう。で、なんか、かくれんぼとかするの、ね、家の中で。うん、絶対そうだろ、ふすまがやることって言ったら。そうだね。うん、で、やってみようなって言ってね。星野さん役で。うん、みたいな。やって、まあだからね。すごいことじゃない。すごいよな。で、そう言っていただいてね、いやいやいや、そんなもう家に来ても俺わざわざね、じゃなくても私がその、星野さんのその、時に、オールナイトの時に持ってきますよ、みたいな。うんうん、言ったらしたら、いやいや、それはもう、申し訳ないんだよ、みたいな。ね、いやいや、本当に食べたいですって来たのよね。で、だそうだろうな。いや、そうなのよ。で、その、星野さんからの、いや、食べに行きたいですって、実際に、うん、伺いたいです、みたいな、返信が来た時が、うん、ちょうど、うん、その、春日拓で、ふわーを呼んでね、会を、誕生日会をやってもらってたの、私と、久美さん。ほうほう。2月だからさ、はいはいはい、誕生日が、私と久美さんね、ふわーが、その、東京ドームの、なんかこう、ちょっとお疲れ様みたいなのを含めて、ちょうどやってる時に、その星野さんからの、返信が来たのよ。いや、もうぜひとも伺いたいです、みたいな。なるほど。でね、その、だから、それまでのことは言ってたから、久美さんと、不安にね。いや、星野さん、送ったら、そうやってなんか、届けてもらうんじゃなくて、日本放送に、家で食べたいって言ってくれっつったんだよ、みたいな、ことをね、
言ってたから、はいはい、そのタイミング来たもんだからさ、はいはい、もう一回、さらに、はい、ね、いや、もうぜひとも行かせてもらいたいです、みたいな、はい、来たもんだから、はい、もう盛り上がっちゃってさ、うんうん、わーみたいになって、うんうんうん、で、もう、久美さんなんか立ち上がっちゃってさ、うん、あ、もう、キャーみたいな感じ。ああ、そうやろうな。うん。つったらもう、不和がさすがだよね。うん、あの、もう今、決めちゃいましょう。日程を。はいはいはい。いや、これも早いうち、これはもうね、はいはいはい、今決めないと、これ多分ないから、はい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 、実際に今だったら、バッとこう聞いてね、はいはいはい、もし無理だったら、はいはいはい、日程が合わなかったらしょうがないけども、はいはいはい、聞くだけもうなんか、聞いてみちゃいましょう、はいはいはい、なんつって言って、はいはいはい、で、星野さんに、いやね、はいはい、実際、そのね、来られるとしたら、いついつだったらね、大丈夫なんですけど、どうですかと。はいはい、もう不安も含めて、はいはい、ね、その春日岳だけじゃ対応できないから、はい、ね、不安にも来てもらって、はい、やってもらおうということで、こっちでね。でも、これはでも俺はもう、あえてというか、いじらないけど、久美さんは嫌われるだろうな。うん、これはしょうがないな。なんかしょうがないな。うんこれはしょうがないよ、まあね、でもな。うん、すごいことだからね。すごいことだから。うん。あと、あれだ、次の日な、うん、東京ドームライブの次の日の朝な、うん、うん。写真撮ろうっつってうるさかったからな、久美さん。興奮してたからね。その眠れなくてさ、俺さ。うんうん、前の日眠れたんだけど、次の日眠れなくて。うん、うん。寝れないな、でも1時間でも寝とかないとな、うんうん、寝れないね。うんうん、あ、もうチェックアウトか。まあ一応出るか、みたいな。うんうん、トランク日で出たら、なんかちょうど春日と、うん、久美さんと娘が朝食食べ終わって帰ってきたの。そうですね。うん、それで廊下で3人、家族、春日家3人と俺。うんうん、なんか、あ、昨日の今日で、オードリーが、写真撮りましょう、写真撮りましょう。眠れなくて、もう一応帰るか、と思って。どけーと思ったよ。いや、まあね。うん。グミさんもあの後、なんか若林さん悪かったな、って言ってたけどね。盛り上がっちゃう、あの時、わーっとそのさ、うん、すごいタイムで。写真撮るからさ、グミさんって。やっぱ残しときたいからね。うん。それは申し訳なかったけどね。いやあれは。わーっとなってね。わーっとなって。それで、それって言ったら、そのね、その日大丈夫ですよってなったから。うん。んで、じゃあこの日にしましょうって、はいはい、その場でさ、はいはい、決まっちゃってさ、はい、もうそっからや、それが1ヶ月ぐらい前なの。うん。ね。その X デーまで1ヶ月ぐらいあんのよ。はいはい。その間、もうもう浮き足立っちゃってさ、はい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 、ね、うん、緊張感があるわけ家に、うん、だから帰るたびになんか、うん、あの家のものがなくテーブルのものとかなくなってたりするのよ、あ、掃除してんの、そう、うん、ちょこちょこ掃除というかね、あ、でもまあな、そうだろうな、うん、してなんかあのニトリとかでもニトリでなんか収納ボックスみたいないっぱい買ってさ、収納して、私がその台所のそのね冷蔵庫の横とかにバーっとね床にね並べといた缶ビールとかが知らない収納ボックスにさ、真新しい、はいはいはい、収められてたりするのよ。あれっつって。でもまあそうだろうな。うん。だからもうね、いらっしゃるまで、なるべくこの準備というか、はいはい、綺麗に。そうだよな。でもすごいよな、よく考えたらな。うん、いや、すごいよ。なんかフワちゃんもそうだし、うん。いや、もう勢いでというかね。うん。うん、そういうふうになってさ。っていうか、うん。おいで、ね、それは日本放送の社長も来んの、うん、なんかそのメンバーで。なんで社長も来んのよ。富山さんと。うん。日本放送の社長来ない。来ないよ。いや、オールナイトのメンバーだからさ。うん。一応あんのかな、それ。いやいや、なんか、それは、変じゃん。ルシファー吉岡と。関係ない、ルシファー君。で、ポークライスは知らねえんだからさ。で、ルシファーやるから、今日3時、うん。やるけどね。オールナイトファミリーだから。いや、知らない人に振る舞ってもさ、あ、そうか、ポークライスをそこだから、そもそも。だから、星野さん的にもそうなんだな、うん、ポークライス食べたいっていうのがまずでかいから、うん、そこなのよ。そこだろうな、あの味だけはもうな、うん、店閉まっちゃったら、食べられない。食べられないしね。それが食べられる。で、我々も散々探してさ、似たような味を出すね、町中華ないかって。で、結局見つからなかったから、私が作ってみようと思ってね。そうだよな。長楽の兄ちゃんに連絡、尋ねて行って、教えてもらったってことだから。毎日ちょっとずつ掃除していくの、うん、毎日ちょっとずついろんなものが、うんうん、すっきりしていくわけよ。はいはいはい。で、
最終的には旦那も、うん、いや旦那も片付けられちゃってじゃ誰が作るのポークライスってなっちゃってってなっちゃうから、うん、私はギリギリ免れたよね、はいはいはい、片付けられるの陰謀みたいなもんだもんなお前は春日家のそのな、うん、なんでこんなところについてるんじゃないのフローリングに落ちてる陰謀だから な、うん、なんでこんなところに長めの陰謀でもその陰謀が作るからね。ああ、そうか、そうか、そうか。うん。方ね。陰謀ライス。うん、言わえば。いや、陰謀ライスじゃ食べてくんないよ。うん、思い出の味でも何でもない。食べそうだけどね。陰謀ライス、ちょっと食べてみたいなって。一回ね。一回試してくれるかね。今日、うん、僕好奇心ある方だ。何の話なんだっけ。これでね、うん、あの、何日か後に住んで、なんだ、うんサムギョプサル、はいはい、サムギョプサルもしようポークライスだけじゃなんだからなんでだよ汚ねえ話になんな急にいや汚い整理できてねえ なんか世界観がそれも、うん、なんか振りがあってね、うん、でお前は、うん、振りあんのサムギョプサル聞かせてちょっとそれじゃそれは振りというか、うんまあ、流れよ流れあの、うん、クミさんと、ね、フワちゃんがね、うん、その、星野さんとゲストで呼んでいただいたときに、うん、あの、サムギョプサル、家でね、言ってた言ってた。そう、フワを呼んで、さあどうしよう、作戦会議をサムギョプサル食べながらやったと。うん。うん、いや、話をして、それがうまかったみたいなことを言ってくれたからね、フワが。星野さんが、ああ、僕も食べたいっすね、みたいなことを言ってくれたわけよ。サムギョプサル。パーティーしたいっすね。っていうので、ポークライスだけじゃなんだから。まあそうか、流れはあんのか。うん、っていう流れで、うん、あの、それもね、することになって、うん、で、そのサムギョプサル鍋みたいのが何日か後に届いたりとかしてさ、久美さんが頼んでね、うん。で、あの、銀のなんだろう。やってんだ、それも。銀の箸とかあるじゃん、あの、韓国のさ。韓国のな。韓国料理屋さん。ああいうのとも揃えたりとかして、ね。あんな家に置くのか、あれ。重いやつな。重いやつ。そう、そういうのがね、届いたりとかして、着々とこう準備をね、進んでいくわけですよ。で、そうなってくると、私よ。はいはいはい。そう、メインは私だからね。そう、ポークライスが、いや、そうなんだよな。その通り作れないと意味がないから、その回。そうなんだよ。うん、で、ね、いや、なんだったら、ポークライス、兆楽の世界観で押し通してほしい、そこは。どういうこと、兆楽の世界観って。いや、お前が、だから、その、黄ばんだ白 T 着て、坊主にして。なんで大将を見せなきゃいけないの、このためだけに。うん。目をギョロッとさせて。だから、震えながら、やかんで水入れたりとかして。そこまでやってほしいのは。だそれは星野さん知ってるよ。兆楽親父知ってる。芸能界でいないぞ、兆楽親父知ってる人。俺らと星野さんだけだ。あの親父知ってんだもんね、よく考えたら星野さん。本当だよ。いや、すごいことなんだよな、あの店の感じな。二校生だ、二校出身だとまだわかるけどね。で、こないださ、ズカがさ、作家ズカね、うんうんうん、これ知ってます？なんかね、どっかから兆楽の当時のメニュー、あの店の中に貼ってる黄色のメニューの看板を、写真を見つけて俺に送ってくれたの。俺さ、うん、高校生の時知らなかったんだけどさ、うん、まあビールとか書いてあるじゃん。うん、でソフトドリンクのところにさ、なんか、まあコーラ、うんうん、で、コーラ。ポカリって書いてあるな。ポカリ置いてた。うん。その気もないの。で、俺さ、その下にさ、マジでと思ったんだけど、ソフトドリンク3種類。うん、コーラ、ポカリ、うん、ミルクティーって書いてあって、俺ミルクティー。ミルクティーなんかあった兆楽。でも、ミルクティーあったと思って。でマジで、それは、びっくりした、俺。ミルクティーあった飲んでるやつ見たことない。その3つと思って。でもなんか、高校生にあれしてんのかなと思って。すごい、そのチョイスがすごい、ね。だからさ、俺たち全員、アメフト部全員が頼まなかったメニューって結構あって。あるあるある。こんなメニューあったんだ、みたいな。今だったら食ってみてえな、みたいなのもあったよ。あ、そう。で、それを星野さんが知ってるっていうのが、俺はびっくりだよ、うん。いや、そうだね。うん。二校生でもないのに。ないのに。二校出身じゃないのにね。うん。いや、そうよ。うん。で、だから私は家でまず作れんのかな。まずさ、家で作れなかったから、ヘイタ君のとこで。うん。うん借りてね。火力な。火力でって作った、うん。そう考え、じゃまただから、ヘイタ君とこ行って作ってこないといけないかな。ああ。それをだから、東京ドームシステムよ。うん。ね、ヘイタ君とこで8割ぐらい作って、仕上げを家でやるぐらいじゃないとダメなのか、うん、ダメかと思って、うん。で、なかなか直前で、うん。
行ける日ないぞ、うん、とか思って、うんうんうん、でまあとりあえず平田君に連絡してみて、はいはい、ちょっと店が借りれるかどうか、うん、ね、家で星野さんがね、うん、振る舞うことになったんだみたいな、うん、そんで連絡したのよ、うん、したら平田君がいや中華鍋があれば、うん、いけるかもわかんないですよ。ポークライスだったっつって。あ、そうっつって、中華鍋で、私がやった時は、家でやった時はフライパンだったのよ。うん、普通の、うん。だから、ダメでも中華、まあでも一応やってみるかと思って。うん、で、中華鍋どんなんがいいのっつって言って、うん、したら、あの写真送りますっつって、店にあるこういうやつが、だったら大丈夫ですとか、写真送ってもらって、それを、探して、かっぱ橋まで行ってさ、はいはい、探したらあったのよ、同じような感じのやつが。で、それ買ってきて、あの、中華のお玉と一緒、あの、長楽親父が使ってたさ、はいはいはい、全部こうやって、あるじゃん、中華お玉。はいはい、塩とかね。塩とか全部こうやってね。同じやつでな。米とか入っちゃってんだよな、塩の中に。うん。なんか分けてね、塩とか醤油とかで分けてあるんだけど、器が、はいはいはい。全部それでやるから、全部それに入っちゃう。混ぜちゃってね。混ぜちゃって。で、それを売ってたから、お玉が、でっかいお玉。あれも買ってさ。へぇで、中華鍋って調べたら、いきなり使えないのね。なんか唐焼きとかしてさ、なんかに、サビ防止のなんか塗ってあんだって薬剤みたいな。だからそれはまず落とさなきゃいけない。から焼きすんのよ。はいはいはい。で、真っ黒なんだけど、中華で、はいはいはい。それはなんかこう、灰色になるまで、高温でね、全体が。で、それがさ、2時間ぐらいかかんのよ。へー、ずーっとやんなきゃいけないんだ。ずーっと真ん中やって、この横とか全部ぐーってさ、回しながらさ。そうなんだ。で、真っ白にして、それをこう、洗って、んで、また鍋かけて水気飛ばして、なんか油引いて、ま、で、油をこう、塗るというかさ。ね、んで、油をでわーっとこの鍋全体をこう、まんべんなくやってんで、また洗って、次はまた油引いて、くず野菜入れて、くず野菜炒めて、それをだから、処理して、で、また洗ってみたいな。で、最終的に油塗って保管みたいなさ。なんか、やんなきゃな、手間かかんのよ、はいはい。はいはいはい。それやってさ。で、なんとかこう、中華鍋作る、なんかね、使える状態にして、でそれでもう、なるべくポークライスをね、やってみようっつって。で、炊いたお米とか、その米をね、炊きたてがいいのかとかさ、いろいろやった。したら、何回か試して作ったら、できるようになったの、家で。おー。ああ、もう、これだと思ってさ。で、ね、当日、こう迎えるわけですよ。で、何時何時に、まあね、来てくださいと、いらしてくださいって時間をね、その3人決めて。で、私その日ね、その前にロケーションが入っちゃってさ、ちょっと遅い時間になっちゃったのよ。はいはい。ね。はいはい。で、そっからスタートだと、ちょっと遅くなるわけ。で、それだったらちょっと申し訳ないな。と思ったから、久美さん相談してね、ちょっとその、私が帰る前に、もう、集まっててもらって、そこでなんかこの、もう、サムギョプサルとかやっててもらって、ね、で、そこに私が、まあ、帰ってくることにしようみたいな、はいはい、ことになったのよ。で、その上で、ちょっとフワちゃんには、早めに、30分ぐらい早めに来てもらって、備えようと。それは仮にね、まあ、結構この、春日家に来ること、時はさ、そのフワちゃんが、遅れて来ることあるから、予定時間より。はいはい。そうなると、星野さんと二人だと、確かにな。さすがに、それは一番こう避けないと。星野さんが悪いしね。確かに。気使ってもらっちゃうじゃない。うんうんうん、だから、ちょっと早めにね、来てもらって、で、備えようってなった、うんうんうん。で、私はもうこの時間しか帰れないと。はいはい。なって。んで、当日よ。で、私がこう、ロケーションね、終わってさ、まあ、時間通りぐらいに終わったのよ。はいはい。スケジュール通りが終わって、パッてこのね、スマートフォン見たら、クミさんからの、まだ終わんないの、とか、なるべく急いでみたいな。バーッと入ってんの。いやいやいや、と別になんか押してるわけじゃないし。押してるわけじゃない。で、そのね、何時何時に終わって、その場所からだとこれぐらいに帰れますよっていうのは伝えて、はいはい、その通りに、行ける感じだったのよ。だけど、ブワーッと入ってんの。それ何事か焦るじゃない。で、連絡してみたら、フワちゃんと連絡が取れないと。なるほど。ついさ、ね、何時何、さっきまで連絡が取れた。急に連絡が途絶えたと。はいはいはい。で、どうしよう。その星野さんが、先に来ちゃったら、
どうしようみたいな、うんうんうん、ね、急いで帰ってきてくれって言われたの、うんうん、で、ああそれは大変だってなるじゃない、うんうん、でなるべく急いでさ、うん、もう私もこの焦りながらね、うん、もう帰ったのよ、うん、でバーッとこうドア開けたの、玄関の、うん、したらもう部屋の奥からそんなに、うん、わーっと盛り上がる声聞こえてるわけ、うん、何かなと思ってバーッと入ってったらさ、うん、星野さんがさ、うん、うちのチャチャをさ、うん、転がしてさ、うん、みんなで盛り上がってる、うん、あもうかなりもういい状況じゃん。いい状況。な、うん、何これと思って。うん、あ、どういう状況つって、うん。で、聞いたら、うん、そのね、フワちゃんが、うん、もう直前になって連絡がつくようになって、うん、で、星野さんがいらっしゃる、うん、ちょっと前に、ついて、うん、で、その後、星野さんついて、うん、今この状況。はい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 。ね、はいはい。あ、そうだ、だったらもう、だったら連絡してくれよと思う。うんうんうん、クミさんに。確かに、ね。こっちは焦りながら、なるべく急いで帰ってるさ。クミさんもでももうする余裕がなかったな。なかった、多分ね。うん、で、わーってね、チャチャも普通だったらね、うん、めちゃくちゃ吠える人に、うん、あの、お客さんが吠えるのに、はいはいはい、もうなんか、全然吠えずに。うんうん、もう腹見せて、うんうん、もう転がり回ってるわけ、はい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 、すごい状況だねっつって言って、うんうん、でパッてふわー見たらさ、うんうん、見たことないあの、うん、何かあのいつもね、うん、うち来るときはなんかよくわかんないトレーナー派手なさ、うんはいはい、トレーナーとさなんかいろんなプリントがねなんか足についてなんかスウェットみたいなさ着てくるのにさ、あやだなそれバレるの、なんかシュッと黒いワンピース、あのそれ嫌だなバレーのな、何あのでもそういうことなんだろうな、そういうこと、うん、女子プロレスラーがその年間プロレス大賞の女子に来るみたいなさ、はい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 ね、はい、格好をしよう、うん、これ見たことないぞ、うん、なこれっつって、うん、でそう、うん、でパッてクミさん見たらさ、うん、同じような黒いワンピース着てんのよ、あでもなんかそんなイメージあるわ、あれ私これ見たことないこの服、大事な時そういうの着るイメージある、うん、うん、でそんな中、うん、星野さんは、うん、フワちゃんとこのラジオのパーカー着てる。何このバランスと思って。星野さん。で、星野さんもなんでそれ着てきてるの？フワちゃんのグッズのパーカーずっと着てるよね。あの、俺と星野さんが一回だけやったあの、ドームのリハも、うん、フワちゃんのパーカーで、うん、星野さん、フワちゃんのパーカーの着るんだと思って。だから、あえてじゃないんだね、もう。あえてじゃない。普段着てるんだよ、多分、うん。なんだこの、なんかバランスと思ってさ、うん、でそれをね、うん、気づいてさ、はいはいはい、うん、あーっつって、じゃあもううちにもあるから、私とクミさんの分があるからね、はいはい、そのフワパーカーがさ、はいはい、で私とクミさんそのね着替えてさ、フワパーカー着て、みんなで着て、うん、でサムギョプサルやって、で星野さんもさ、シャンパンとか買ってきてくれてね、へー、うん、シャンパン買って、私とまあで星野さんと、うん、あの久美さんは飲まないから、はいはいはい、それ用のまたなんかノンアルコールのなんかシャンパンみたいなの買ってきてくれてさ、あそういうのも用意しそう、用ね、うん、来ていただいて、うん、でそれ飲みながらハーとか言ってもそのね、サムギョプサル食べてさ、それが腹立つな、うん、久美のな。何がなんか舞い上がって緊張してなんか喋れないぐらいの感じでいけやと思うな、ね、緊張した上で喋るだろあいつで、まあね、どうなったんで、いやなんで聞きてんのかよそれで聞きたかったのかよ、うん、いやポークライス振る舞ってさ、そしたら星野さん最高ですって言ってくれて、そうだよね、本当にね、よかったねラジオネームブーメランチャンネル、デパートの初売りで福袋を買いに行った時、母親が福袋の袋の隙間から中身を覗き込んでいたら、中身は見ないでくださいと店員に注意されていました。近くにいた僕は母親と一緒に川原顔をしながら店員に謝ったのですが、目の前で母親が怒られている姿を見るのは死ぬほど恥ずかしかったです。いや恥ずかしいね、うーん、怒られてほしくないね、親はね、うちの父親もゴルフ場でね、怒られました、カートで、ね、国道でしたね、やだ、ね、初めて聞きましたけどラジオネーム究極の煮汁、うん、ソウル旅行に行った際に娘から頼まれていた K-POP グループのグッズを買って帰りました、うん、ところが違うグループだったらしくその日以来口を聞いてくれません。そこまで怒るかね、ただただ川原顔で謝る日、まあね、謝るしかない。いやこんな日が来るのかな、怖えな、いや怖い、ね、全然来ると思うよ。
同じに見えちゃってたよね。マジか。うん。いや、こうなんか、口を聞いてくれないのが辛いなと思って。いや、来るよ。ラジオネーム、ピーマンの箱詰め。この前、駅を歩いているときに、二人組の若者に、すいません、いじり岡田さんですよね、と声をかけられました。私は、川原顔でマスクを外し、すみません、人違いです、と言うと、めちゃくちゃがっかりした顔をされました。がっかりなんだ。どんだけ似てたんだろう。似てたんだよな。うん。ラジオネーム、シップ。小学生の頃、実家のペンキ塗りを手伝っていた時に、あまりに下手だったのか、親父から、ペンキも塗れねえのか帰れと怒鳴られ、川原顔になりながら自分の部屋に戻って号泣しました。今でも時々思い出して、あれは自分が悪かったのかと考えてしまいます。なんかそうだよな、はい、急にマックスで怒るよね、 おじさんとか。いや、俺たちの時代はね、時代はね、うん、気に入られんのよ、その瞬間分かんないんだよね、そうだね、何に対して、なんか部活の時に、はいはい、なんか先輩に用があって、うん、こう話しかけに行ったら、ちょうどなんか顧問と話してる時、顧問の先生と話してる途中で、その顧問の先生が、うん、こ私も言ってた、うん、しっかりやろお前はっつって言って急に話してるから、うん、そこに入ってきて、しっかりやろお前はって言われて、へー、一瞬分かんなかったよね。あ、割って入っちゃったから、割って入っちゃったから、な、何事、何が起きたのか分かんない、はい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 、私みたいなさ、はい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 、怒られてる理由、怖いな、あいつ時な、うん、これこれこういうことでお前ダメだぞみたいなことじゃなくて、いきなりマックスの頃からね、はいはい、うん、さあ、一番良かったメールを春日さん選んでください。うん、イジリーさんだね。はい。うん、今のアポイント。3月のプレゼントです。極上ヒレカツ、カレーうどん、チキンライス、香ばし麺の五目あんかけ焼きそば。以上の4種類入っています。そして今週このコーナーに応募してくれた全員の中から抽選で2名様にも同じプレゼント商品を差し上げます。こちらは商品の発送をもって発表に変えさせていただきます。というわけで次回のテーマも私が川原顔になった瞬間でお願いします。さあ、この後はルシファー吉岡のオールナイトニッポンゼロ、うん、8時にね、なんか夜の8時にさっきだよ、なんとかお願いできませんかって言われたんだって。今ね来てくれて聞いてみたらすごいことだよね。うん、この間なんか R1 でもねすごかったかな、うん、優勝すると思ったわ。いや本当よ、見てたら、うん、面白かったしね。でもさ、何回も出てんじゃん R1、 うん、てかさ、あの見た目ってやっぱあるよな、あのなんか、うん、あんだけ出てたら、うん、超センス一人ピンネタの人みたいに見えるはずの戦績じゃん。まあそうだね。でもどうしてもなんかチンチンのイメージがあるっていうか。そうだね。やっぱねえ、うん。どうしてもお笑いチンチンなんだよね。うん。チンチンお笑いっていうか。そうだね。お笑いチンチン、お笑いチンチンか。うん。まあ今でもね、今までで一番生きり立ってたけどね。決勝の決勝行ってるわけだから。俺あれ行くと思ったな。ああ、面白かったネタもね。面白かったね。面白かったね。一人でやるからね。聞いてください。そうね、楽しみですな。さっきのさ、あのさ、俺らが高校の時の先生たちがちょうど定年退職するみたいな事件。うん、あ、今。でなんか定年パーティーみたいなのがあるから来ないって連絡は結構来る。へえ、あ、そうかね。で俺はうーんとか言ってんだけどさ。うん、やっぱどうしても俺、うん、みんなが俺は本当どうしても許せないんだよね、高校の時怒られてたこと。なるほど、納得はできない今でも。いや、まあ、あんなのが殴られたりしてね、よくみんなも殴られてたのに、なんで定年を祝ってあげようと思ったの、うん、俺は どんな人間なんだろうと思って自分をまだ許せない。早くやめろと思って。なんだあいつ、俺ぐらいの年だろあいつ殴ってたの高校生と思って。とか思っちゃって、も絶対聞かねえと思うんだけど、なんかそれも出せないから、俺はちょっと大丈夫だわみたいに言ってたんだけど、自己嫌悪。まあしょうがないで、それはね。そう思うんだ。さっきの怒鳴られた話で思い出して。もう今だに思う、あいついきなり出席簿で殴ってきたからな。
行かねえと思ってまあいいですね、木刀で殴ってきたからな、あいつ、もう設定がやめろ早くと思って自分自己嫌悪になるんだよね、それを思い出しましたミッフィーちゃん、この後また夢でお会いしましょう、アディオス。